ちょっと早かったね。びっくりしちゃった。うん、ちょっと早かったね。ありがとうございます。ほら、上がってきた、上がってきた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。電話番号的に長岡の電話番号になってます。0258。千葉に本社あるんだ。そうなんだね。よし、車持ってこよう。そうだね、行けんかったもんね。ゆうちゃん、ここにいる。な、パパ。片手でもゴミだ。あ、ゴミだ、どれ。ついていこうか。省いたの。うん。あ、ほんだ。ついてくるよ。皆様おはようございます。おはようございます。いや、こんにちはです。こんにちは。今日はちょっとドナドナ動画のおまけでやるけど、はいはい、これリアワイパーですね、はい、リアワイパーをちょっとマスコットつけようかな、はいはい、と思って、うん、はい、まずこれをこうはまってるんで、これ、うん、テコの毛にベーンってやるとこう、うん、浮くんで、うん、そして銃のメガネで、はい、これで緩みました。はい、でこれを外すと、あとはまあこうこじると取れるんですけど、要請です、はい、はい、はい、取りました。マスコットを回すだけ、回すだけ、はい、あ、そっか、こう感じでネジ山がついてるんで、本当だ、このネジに合わせて手で回すだけでいいんだね。まあ、手で回したらさ、うん、パクられるかもしれないけどね、こうやって回して、おー、うん、そう言われると、そうそう、だけどまあパクられてもね、安いんで、そうだ、ね、1000円しないんで700円ぐらい、はい、ぐらいなんで、まあ取られてもいいや、うん、ちょっと高価なやつだとロックとかかけたいけどね。ちょっと工具でさ、うんうんうん、工具で回そうかな。でもこれ回すとこあるの？え、回しますよ、これは。あ、そうなの。はい。あ、なるほど。ウッドホップライヤーで傷つかないように、うん、ちゃんとゴムがついてます。はい。なんでこう挟んで、グッグイッと。あ、すごい、全然違う。はい、まだ回るんだ。はい、グッグッ。もうこれぐらい回せばもう絶対ガチガチ、そうガチガチ、はい、あ、もう回んない、ガチガチです、はい、そのネジ変えてんの？できました、終わりました。ついたの？はい、今回はリアワイパーのマスコットつけてみたっていう簡単な作業動画です。はい、ドナドナのおまけです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。